中井さん、ペリーが現役時代どうやって試合前メンタル整えてたか教えてください。4つあって、はい、1つはギリギリまで試合のことを意識しない、2つ目がなるべくサポーターのことを見る、3つ目が理想のプレーを頭の中に描く、4つ目すべて左足から。おお、なんかちょっとぽいっすね。ぽいでしょ。はい、なんかちょっとぽいっす。ルーティンだから、はい、ちょっと詳しく教えてくださいよ。試合のことをできるだけ考えないっていうのは、はい、明日試合だ明日試合だ、うん、っていうよりは、うん、普段の自分の生活と変わらないように、はいはいはい、前日の夜、試合の日の前までは、はい、意識しすぎると、はい、変に緊張しちゃったりとかするタイプだったので、はい、できるだけ普段と同じように、うん、ちなみにスイッチがこう入る瞬間っていつなんですか？スイッチ入る瞬間はスタジアム着いて、はい、まあ、まずシャワー浴びて、シャワー浴びることで体が温まるので、うん、でその後に髪の毛をセットする、うん、そこから髪の毛をセット仕上がった瞬間にもうスイッチオン。髪型ベンゼマだもん。いやいや、アグエロやん。でそれまでもう全く試合のこと意識せずに過ごす。そうだね、あんまり気にしないようにしてた。試合だ試合だとは思わないように、普段と一緒、普段と一緒。2つ目、サポーターのことを見る。まあ試合に行くときって絶対バスでスタジアムに入ってくるんだけど、はい、その時にカーテンを閉める選手とか、うんうんうん、まあ眩しかったりするんだけど、はい、太陽の光とか、うん、あとはなんかサポーターとかも見られるのがちょっと嫌だとか、うん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 、そういう、まあ、人によってそれぞれだったんだけど、あ、もちろん、俺全部開けて、はい、そのスタジアムに向かっていくその道、サポーターもこうやってスタジアムに向かってるわけ、その景色を見るのが大好きで、そうなんか自分のユニフォーム着てる人がいてくれたらやっぱ嬉しいし、うん、僕たちのことを応援するためにみんなこの道を歩いてきてるんだって、同じ方向を進んでる。そうそうそう、その瞬間もうその景色がもう何よりもモチベーションで、はい、俺らしか見れない特権、はい、いやそういうことですね。あの景色はもうやっぱ本当にパワーもらうし、なるほど、うん、もう髪の毛とかセットして、はい、全部の準備が終わったら、まあちょっとある程度時間あるんで、その時はもう僕は今あのレアルマドリードのマルセロ選手、はい、左サイドバックの同じポジションだったんだけど、うん、その彼のプレー集見てイメージして、こういうプレーしよう、こういうプレーしようって、うまいプレーが出てる動画とか見て、うん、それこそ YouTube とかで、そう YouTube を見たりとか、そう理想の動きみたいなのを頭に焼き付けるというか、そう、いいプレーでイメージを上げて、はい、っていうことを毎試合毎試合試合前はやってましたね。なるほど。ちなみに時系列でいうとどんな感じなんですかね、こう試合がここにあって、うん、動画を見る、髪の毛をセットするのと、うん、それ以前の朝みたいな感じでいうと、うん、14時キックオフだった場合は、はい、前の日寝るのだから全然普通にいつも通り23時とか24時ぐらい、あ、そう9時ぐらいまでに起きればいいや、はい、早く起きればゆっくりして普通にギリギリに起きても別に何も気にせず、うん、9時に起きたとしてホームだった場合は、はい、まあ、クラブハウスに集合なので起きて準備してで練習場向かうで10時半から軽食、試合の大体3時間前までに食べなさいっていう感じなので、はい、そのチームに食堂があれば10時半から食べなさいってなってるので、うん、そこに行く。スタジアムに入ってくるのが大体12時なので、はい、軽食食べてるところから出発は11時半とか12時ぐらいにバスで到着、すぐシャワーを浴びて髪の毛セットして、はい、テーピング巻いて、はい、ウォーミングアップが大体40分前とかなんで1時20分からウォーミングアップだとして、うん、ギリギリまでバルセロ選手の動画1時15分ぐらいまで5分前ぐらいまでずっと見てたから。うーん、4つ目、全て左足からっていうのは靴紐を結ぶのも全部左、ピッチに入るのこういう線とかまたぐの全部左、はい、ピッチに入ってくるの左足から、ピッチ出るのも左足から、うん、っていうルーティン。自分が左利きやからっていうことですかね。そうそうそう、全部左。あ、左、あ、左や、そう、お、左や。お、左や。うわぁ、これ次は一歩目はあ、で、右、そうか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 、いやぁ、右行くんや。左利きやのに恥ずかしくないんかな。いや、左やってるから、ね、あ、そうかそうか、ごめんなさい。で、はい、グラウンド出るときは、はい、あ、どっちから行くやろ。どっちから行くんじゃん。どっち、いやぁ、左や。右足だよ。ね、今の普通に歩けば右足で出るタイミングやったけど、それも左なんや。そうか。
うお、うますか。こっちもこっちも全部最後左、こっち最初左で、1回ぐらい右から入ってくる。いや、それは絶対そう。じゃあ戻るよ。戻るもんね。マジでこけそうになるもんね。あでもやっぱ忘れないね、もうルーティンだからほとんど全部左なんで、癖というか、はい、小学生ぐらいからやってんじゃないかな。あ、もうそれぐらいから。なんか小学生の時に、はい、ラモスさんが全部右足から入るって言ってたの。そういうのがあるんですね。 それを見て、はい、小学生の頃、まあ、憧れだったんで、はい、真似して、うん、それがずっと。なるほど。今でも他の仲間で面白いルーティンしてるなこいつみたいな。あ、確かに確かに確かに。横浜 FC の時に2006年 J2 で優勝した年、 J1 に昇格を上げた年ね、うん、その時キャプテンが城昌司選手っていう元代表のエースストライカーがいたんだけど、はい、城君が試合前にそのウォーミングアップまでの間、はい、ついてから時間あるんで、うん、野球しようぜとか言い出して、プニプニのボールとバット、カラーバットっていうの、はい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 、バットがあって、あれ持ってて、はい、これやろうぜとか言って、はい、選手 3,4 人ぐらいでいつも試合前こういうの野球遊んでて、それルーティンじゃないけど、はい、楽しくて遊んでたんだけど、はい、そしたら昔の国立ってウォーミングアップ場が隣同士なの、相手チームと、はい、だから見えるのね。うんうん、ベガルタ仙台とやった時に、はい、うちは3対1ぐらいで勝ったのかな、うん、そしたら相手のブラジル人の監督超怒っちゃって、はい、お前ら野球してるチームに負けたんだと。まあそうっすね、結果だけ見るとって言われたらしくて、不安になるからね、それやらなかったら、うん、それをやればそのプロ選手になれますよとかはないけど、はい、そのやっぱやらなかったら不安、うん、なるほど、これやらなかったから今日試合でいいプレーできないかもっていう不安に陥って、ジンクス的な。そう、その他ちっちゃいねルーティーンあったんだけど、はい、負けたらやめようとか、試合に入ってくる試合のパンツ、このパンツで勝ったら次も絶対そのパンツ、負けたら違うパンツ、あ、下着ってこと、下着下着、負けるまでずっと同じの着続けっていう感じな。コルーティーンはあったよね、コルーティーンはあったよね、コルーティーンはあったよね、コルーティン。コルーティン。ちっちゃい。と僕もまたちょっと試合前不安になったりドキドキすることあるんで、はい、ちょっと真似れるやつは真似ていこうと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、